DB 第2回。ご覧の番組は、こちらにて放送いたします。URL です。さあ、本日は今回何してたと言いますと、今日ずっと東京メトロ範囲内で東京見学してました。行った範囲は、大体浅草上野ら辺を動いてました。最後に東京駅に向きましたけど、ちょっともトラブルがあり、最後一人で帰っていくことになりました。まあ M さんと一緒に行きましたけどね。まあそれはそうと、今日はその感想を述べたいと思います。実は行きは小田急からメトロパスを使っていたんですけど、帰りは京浜東北だったため、この件が余りました。まあ本日までなので残すことはできませんが、まあ何かの記念なので撮っておきましょう。実は前も一回こんなことがあったんで、こんな感じだったんですよね。まあそれはまた今度話しましょう。ああ、そういえばこの時に撮ったムービーや動画が1本ずつあるので、それは後日配信します。まあ楽しかったといえば楽しかったですね。 あんまり東京メトロ範囲にはあんま行かないのでよくわからないんですが、まあ M さんが、そういうの好きなもんで、まあ振り回されましたけど、まあ楽しかったです。では今起動しているゲームでもやりましょう。今のは気にしないでください。このゲーム面白いんですけど、なんかすぐバグるんですよね。今もちょっと若干バグってますね。ほらやっぱり。実はこのパソコンなんかよくバグるんですよ。よくバグりますね。まあ本日はいろんなことがあったんで、ものすごく疲れました。なのであんまり今日はよく話はしないと思いますが、まあ実際するでしょうね。見たいテレビがいろいろとあるんで。しょうがない。ゲームを変えましょう。こちらにします。
あれ、もしかしてこれ、あと5分じゃ終わんない気がしますね。まあ無視しますか。さあどうしましょう。あと4分30秒余りました、時間が。本日やりたいコーナーは全部ちょっとやっちゃったんですが、どうしますかね。いや、始まってんのでやりますか。いきなり足を引っ張りました。まさかのフリーズです。あ、立ち直った。まあ最初のボスなんて軽いですよね。長いですね。あと3分ですよ。今言いますと、この動画ってあんま別に見なくていいんですよ。あれ本当に物好きなだけが、あれ見るような動画ですので。まあだからこそこんなグダグダなんですけどね。なんかさっきからあのコンプがちょっと、なんか同じ曲ばっか繰り返してくるんですけどね。ランダム再生なのに。まあそれは別にどうでもいいでしょう。まあ後日、東京タワーの写真と東京タワーの動画を送ります。更新しますので、まあブログをチェックしててください。2人目も早いですね。だから3人目がきついんですよ、これ。あと1分じゃ終わんない気がしますね、3分じゃ。3体目じゃ。まあ、切れ次第終わりますんで。あと1分。何ですかね、この無言な間は。実はこのままワンセグつけるとパソコン止まっちゃうんですよね。だからワンセグ見たくても見れないというちょっと悲しいことがありますんで。あと20秒ですね。3戦目ですが、ここまでです。第3